はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回もね、フィギュアご紹介していきたいと思います。はい、目の前にあるねフィギュアではございません。こちらはねもう一つのチャンネルの方でご紹介してます。概要欄の方にねリンク貼ってありますんで、そちらから見ていただければなと思います。はい、ただの宣伝です。はいはい、ということでね、今回ご紹介するのはもうサムネの通りですね。はい、こちらです。はい、じゃじゃん。ということでね、東京リベンジャーズから佐野万次郎ことマイキー、こちらをね、こちらのフィギュアがね、スケールフィギュアなのかな、まあ、一応ね市販としては初か、これはプライズ以外のねフィギュアとしては自分が手に入れるのは初めてです。はい、こちらのねフィギュアを今回はご紹介していきたいと思います。ただね、すでにねこれを見た感じ何かに似てると思ったんですよ。このパッケージが、これねもうブリスターパッケージなんですよ。あ、ブリスターパッケージっていうのはそのまま飾れるっていうやつですね。はい、開封せずとも飾って眺めることができる。はい、まあ、そういうやつなんですよね。はい、でこれを見てねちょっとピーンとね来たんですよね。何かに似てると。はい、それがこちらです。はい、こちらねクローズのフィギュアなんですけれども、クローズワーストね。はい、そちらを壁に飾ってあるんですけれども、こんな感じで。はい、このブリスターパッケージこれとそっくりなんですよね。こういうのね、うん、ブリスターパッケージなんで開封せずにこういう風に飾ってあると。はい、で今回のマイキー全く一緒ですね。ブリスターパッケージ、いや同じところから出てるのかなと思ってね、一応ちょっと並べて見てみましょう。はい、こんな感じでね並べてみるともうまさに同じパッケージ。はい、まあ、一応見本としてね村田翔吾っていうキャラクターの方を並べてますけれども、これもねここがねちゃんと引っ掛けられるようになってるんですよね。同じようにここも一緒、うん、でこういう細かいところも一緒ですね。で後ろに台座があるんですよね、この裏側に。これもねここの下の足元に台座が入ってる全く一緒ですねで一応販売元を調べると、そもそも後ろはねこういう風に名言を載せてるのも一緒なんですよね。はい、まあ村田翔吾の場合は「やろうっていうのは自由と女とそしてファミリーのために立ち上がるもんだ」っていうね名言があるんですけれども、でこちら、パーノたちやられてんのに気負ってるやついる？いねえよな！てるやついるってね、名言ですね。うん、まあこの名言がね後ろに書かれているっていうのもほんと一緒ですね。で、ああ同じところから出てるのかと思ったらね、こっちはこういうダイブっていうところから出てるんですよね。でもこちらはね違うんですよね。オフィス28プロダクションっていうのかな、わからないんですけれど、はい、っていうところから出てるんですよね。うん、で講談社の版権マーク、うん、まあところどころ本当ね一緒なんですよね。うん、あれだいぶっていう会社と関連があるのかもしれないですね。私はそこまで詳しくは調べてないんですけれども、はい、まあ、ということでね、であとりあえずね大事なことなんですけれども、こちらのクローズのパッケージはこれが密閉されてて、普通にこれねカッターとかで切らないと開封できないやつです。はい、でこちらのねマイキーの方は普通
通にね、ただテープが貼ってあるだけで、ここをペキってやればね、すぐバカって開くタイプなんですよね。そこら辺が開封しやすいなっていうのがありますね。はい。まあ自分的にはこのまま飾りたいんですけれども、一応ねせっかくなんでね、皆さんに、細部まで見てもらおうということで今回は開封させていただきます。はい、ではね早速開封しちゃいます。はい、一応ねブリスターから出すとさらにね、こういう箱型のブリスターに入ってます。はい、まあ、後ろを見るとねブリスターの後ろがこういう万次郎の、万次郎じゃねえ、マイキーのね後ろ姿が映ってますね。はい、では早速ねこちら開封、こちらの開封して中身細部まで見ていきたいと思います。はい、一応ブリスターから出したらこういう感じでねビニールに包まれてますね、うん、首元までビニールに包まれている。これは特攻服はこれ脱がせられるのか、脱がせられるね、簡単にスッて外れましたね。でこれをはい外す。はい、こちらがマイキー、普通の特服の下だけで上は羽織らないバージョン。はい、顔いいね、肝心の顔もねこれ再現されてますね。この死んだ魚の目死んだ魚の目みたいなね、なんか生気のない感じ、うん、これが似てるんだよね、うん、これいいね、これできいいわ、うん、毛先もね、うん、ちゃんと再現されてますね、ここで結んでいるところとか。はい、まあ、T シャツがもうほんと無地の T シャツですね、白 T。こういうね筋肉の筋とかねそういうのもすごい細かい、 T シャツのシワもすごいね、再現度高い。はい、でこちらが特服ですね。はい、暴走万事グレン隊。はい、で初代東京万事会初代総長、これが金で書かれてんのすっごいね、かっこいいわ。天上天下唯我独尊、これ天上天下唯我独尊って読むのか天上天下唯我独尊って読むのかね、ほんと未だに分かんないんですけれどはい、こちらがトップ、はい、でこちらがね台座ですね。はい、これもねいいね、金が金色で字が書かれて初代東京マンチ東京ギャングって書いてある。でここのね ここの前面にね初代総長その万次郎って書いてあります。はい、まあ、後ろはこんな感じで、これに立たせるっていうことですね。はい、では特服着させてね立たせてみましょう。はい、こんな感じですね。いやいいね、かっこいいわ、うん、いやーやっぱ特服着るとねなんかボリュームがあってすげーかっけー。で台座もね金色の文字なんでそれもまた映えるんだよね。いやこれはいい、これちなみに第1弾なんでね、いやこれ以降どうしようかなっていう感じですね。ちょっとドラケンは買うとして、まあ竹道はどうかな、どうしようかなって考えちゃうとこですね。はい、これはいい、このシリーズはねほんと結構いいと思います。はい、まあ、通り部ファンならね買った方がいいと思います。はい、ということでね今回はこのマイキーをご紹介させていただきました。はい、
ラストはね、例のごとく回転台座に回してお別れとなります。これを見てね、チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。